では、優勝したティモシー・ホーソン、ジョアン・ボルトン組によるワルツのオナーダンスです。滑らかな回転動作を継続し、美しいステップを踏んでいますね。二人の息がよく合っています。さあ、スタンダード部門全体を振り返っていかがですか？そうですね、2位のウィルキンス組が2種目1位を取るということで、ホーソン組にだいぶ肉薄してきました。これからの展開も楽しみですね。日本人選手についてはいかがでしょう？そうですね、谷堂選手あるいは柳橋選手をはじめとするトップの選手もよく踊っていました。また初めて決勝に入った小野選手、その他準決勝までにも、新しい選手が何組か来ていましたが、楽しみですね。世界に羽ばたいていただきたいですね。そうですね、またその実力も可能性も秘めていると思います。大会全体を振り返ると、本当に観客が超満員だったのが印象的でした。そうですね、選手も踊っていて楽しかったでしょうね。そうですね、満員の観客の前で踊るっていうのは本当に選手にとっては幸せなことだと思います。たくさんの応援があると心強いんですよね。ですね、またジュブナイルの選手などにもダンスをより楽しんでもらって、その中から優れた選手が出てくると本当にいいと思います。本当に楽しみです。